というところで基本的な違いっていうところに入っていくんですけど、はい、どの年齢の子どもたちを理解しようとする場合も、子どもたちは親と同じように文明の無数の道具の使い方において実用主義的か協調主義的か、まあ、この道具っていうのはこの絵で言うと実用主義的か協調主義的か、はい、功利主義か協同組合か、はいはい、どちらかに傾き、市民生活の継続的なメッセージの伝え方において具体的か抽象的かのどちらかに傾くということを心に留めておかなければならないと。効果的な方法と手段の使い方を学ぶには、他者との協力の仕方を学ぶのと同様、それなりの練習が必要である。具体的な思考や発話が子どもたちにとって自然なものであり、その練習の大半を占めるのであれば、抽象的な思考や発話はおろそかにならざるを得ない。子どもは言葉を有意義に使えるようになり、道具を効果的に使えるようになるとすぐにこの2つの性格の特殊な組み合わせを練習し始める。そのため4歳頃までにはその子が具体的な功利主義者 SP アーチザン、抽象的な功利主義者 NT レーショナル、具体的な協調主義者 SJ ガーディアン、抽象的な協調主義者 NF アイデアリストのいずれかになっていくのであるとっていうのがこの4つの図で示されています、はい、まず道具の使い方から考えていくと、親や教師の方から型にはまった道具の使い方を命じられると、功利主義的な子どもたち、これはアーティザンとレーショナル SP と NT ですね、はい、は通常なんでそんな使い方をするのとか、そんな使い方をするのに意味があるのと疑問に思い、はい、大胆な子どもたちはあえてそれを口にすると、はい、例えば夕食時にナイフとフォークを社会的に正しい使い方にするっていうのは、はい、SP や NT の子どもたちにとっては意味がない、はい、結局のところ食事における習慣は恣意的なものであり、文化によって根本的に異なりますと。実際 SP、NT の子どもたちにとって型にはまった方法で道具を使うことは全く気にならない。その決まった使い方をしましょうっていうのは気にしないと、はい、一方ある道具が慣習的また伝統的な方法で使われると、あるいは単にその使い方が年長者から好意的に見られている、箸とかが使えるのはいいみたいなことを言われると、はい、ガーディアンやアイデアリストの子どもたちがそれに従う十分な理由にそれはなると、はい、協調的な子どもは権威に対して疑問を持ったり限界を試したりすることに全く抵抗がなく、慣習を尊重することで他人を喜ばせることを知りたがるようだと。小さな SJ や NF は期待されたことをやり周りの人に溶け込みたいので、大人やそのルールに大きな力を与える傾向があり、自分の道を進んだり物事のやり方を変えるのに役立つかもしれないことを試したりするのをためらう、はい、ためらいますと、はい、分かる気がします、はい、ちっちゃい頃振り返ると、はい、SP、NT の方に入る、入ります、いなくなるんですもんね、いなくなります、親がいなさいって言っても、はい、いなくなるんですもんね、あ、なんか興味を持てば、何か興味持つとそっちに行っちゃうみたいな、親に言わずに、行ってきますも言わずに、言わずに、はい、やっぱ出る感じはしますね、はい、このガーディアンとアイデアリストのこの子供たちはすぐに協力し合うことができるので、伝統、習慣、手続き、プロトコルなどルールに従った社会的な取引についてすぐに洗練されるようになると。実はアーティザン、SP の子供も社会的習慣を横取りするだけならすぐに理解できる。 SJ や NF の子供たちは年長者を喜ばせるためにルールに従い強制する方法をすぐに学ぶが、SP の子供たちはしばしば年長者を落胆させるために、またはルールを回避しようとする一方でルールを守っているように見せる方法を学びますと、はい、そのためにそれを一回やってみるっていうことですね大人の前ではちゃんとやってるとか、ちゃんとやってるとか、はい、
ここまでなら怒られずにやってるように見えるねみたいなトム・ソーヤですね。はい、どちらの場合でもガーディアン、アイデアリスト、アーティザン、SJNF、SP の子供たちは社会的取引を支配するルールをますます意識するようになりますと。理性的な子供たちだけが慣習にあまり興味を示さない。理性的な子供たち、まあ、NT の子供たちですね、はい、は慣習が理にかなっている場合は別だが、理にかなっているからそこに興味を示すだけで、慣習だからっていう理由でそこに興味は持っていないと、はい、このような気質に気づく無関心のために NT の子供たちは慣習を理解するのに時間がかかって、時には逆行することもありますと。なるほど。 NT に箸の持ち方を教えるには筋肉や骨格の説明をした上で、だからこの持ち方が合理的なんだよっていうと良さそうですと、うん、それでもっと合理的な持ち方を追求しようとするでしょうかと。まあ作法も得だよって教えたらいいんじゃないですかね。あ、でも作法も箸は、ね、美しく見えるよじゃなくて、こう汚い持ち方っていうか間違った持ち方してると損するよ、はい、みたいな。それはそれでなんかちょっと、はい、SP 味を感じますね、はい、でも箸って大事だと思いません？箸の持ち方。どういうことですか？あんまり気にしない人の箸の持ち方。人の箸の持ち方気にしないです。あ、使いにくそうだなとかは気にしますよ。あ、何か食べてるときに、はい、あ、実用的ですね。はい、僕はなんか、あ、なん、どう思うんだろうな、あ、箸の持ち方が間違ってるなとは思うんですけど、はい、汚いとは思わないんですけど。こうやって持っててもですか？それはなかなかいないですよね。いない、見たことはないです、はい、ちょっとこうなんか、まあちょっと変わった人はいますよね、はい、ぐらいはいますけど。 NT の子供はどうして、なんで、なんでって、僕にもそんな感じでした、聞きまくると思うと。で、いちいち聞くなって言われると、言われた口。車とか乗ってるじゃないですか、はいはい、太陽とか見て、なんで太陽は明るいのとか言って、眩しいのみたいなことをずっと言って、こうずっと見てると、なんか目の前がなんか、あ、なんかチカチカするやつ、はいはいはい、これって何なのとか言ってずっと言ってたっていう感じてた。ネットがない時代大変ですよ、はい、今だと、はい、ちょっとググってみるで、はい、でもそういう時にちゃんと説明してあげると、はい、言葉に厳密な過程が頭が良くなるなんていう、はい、数字が出てるみたいですね。エビデンスもあるようで、うん、私 NT 箸の持ち方は指の場所を習い、だからこう動かせると覚え、娘 SP は教えなくても正しく持っていましたと、はい、体感見てこんな感じか、 OK、はい、使える、はい、使いやすい、 OK みたいな感じなんですかね。かもしれないです。僕も練習した記憶はないです。箸の練習、親に言われたのも、弟がすっごい怒られてるのは記憶にあります。多分体調のお父さんは多分言いますよ、箸の持ち方は。はい、でお前は何も言わなくてもできたけど、弟はみたいな感じで怒られてたのは記憶にある。弟さんはタイプ的に SP ではない、はい、SP ではないなさそう、はい、NF のため、 NF っぽい、あ、残念、はい、はい、愛情込めてですよ、はい、はい、NT の父から母箸の持ち方を厳しく教わったと。だがそれは見た目の美しさや作法でなく、どうすれば機能的に動くかっていう論点でしたと。はい、なるほど。うちはもう行儀が悪いで、もバチンって、はい、行儀が悪いって、はい、はい、SJ ですね多分ね、はい、わ、はい、かんないですよ。で、リストさんが、親から社会では箸の持ち方で判断されることがあるから、正しい持ち方をした方がいいで、素直にそうだと思ったと、うん、まあ、損か得か、損か得かもあると思うんですよね。言ってくれれば行儀が悪いでさまあいいんですけど、ね、NF に響くのはどんな感じですかね。箸の持ち方綺麗に持ってくれるとパパとママ嬉しいなとかですかね。ですかね、はい、あ、すごいみたいな、あ、そんな感じ、はい、すごい本当にっていう風だと思いますけど、ね、はい、NT は結局合理的だからスプーンで食べようってなると、はい、SP もそうですね、こっちの方が早いとか、こっちの方が早いみたいな、はい、箸をこう米粒をこうやって箸で食べたりするじゃないですか。はい、します、はい、スプーンで食べた方が早いじゃんみたいな、こすげますからね、はい、